はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、恋愛観について先ほどのライブ放送のちょっと補足をしようかと思うんですよ。先ほどのライブ放送に登場してくださった方は40歳でね、25歳の女性に、アプローチして、うまくいけば結婚まで見ているという形だったんですけども、結構ね、男性ってのはね、シンプルに言いますけども、いくつになっても20歳から25歳ぐらいまでの狭いストライクゾーンにずっとこだわり続けてるんですよ。それは30歳になってもそうだし、35になってもそうだし、40歳になってもなんですよ。45歳になっても50歳になってもそうかもしれません。そうなると常にこの年代の間でずっとね、相手を見つけてアプローチし続けるんで、一人だけ当たる、それならそれでいいんですよ。一人だけ当たればいいんですよ。だからずっとそこを狙ってる傾向があります。で、そのまんま40代50代になっても、で、そのままね、結果的にそのまま一人ってこともありえるんですよね。でもこれ立場逆にしてみましょうか。立場逆にして女性がね、25歳を過ぎて26歳から27歳、28歳、30歳までいきますよね。女性からするとまだ20代って気持ちなんですけども、実は25歳っていうポイントを過ぎると急速に、先ほどの話じゃないですけども、男性が、恋愛ならまだしもね、結婚相手に選ぶ世代から急速に外れていくんですよ。というのが、25歳の女性と何らかの形で付き合い始めて、それからね、交際2年3年続けるじゃないですか。その後に、結婚するとしても、もう30になっちゃうんですよね。出産は30過ぎる場合もあるんですよ。だからその出会ってすぐに話がまとまるってことはないですから、あの25歳の女性いいなと思って種をまいて、いろいろと戦略をまき散らしてくっつくまでに、やっぱ半年なり1年かかるとしたらですね、そこから恋愛を成就させていく、熟成させていって結婚までするのに、やっぱり2年3年かかるって考えたらね、すぐ30前でしょ。ですんで25歳がギリギリなんですよ、男性から見ると。で、30歳の女性と出会ってから、それから結婚恋愛って考えると、もう35とかになっちゃうんで、いわゆる高齢出産の年齢に入っちゃうんでね、結婚まで考えるとそこはなかなか外れるんですよ。あとは本能的なところなんですよ、これはね。本能的に、20歳から25歳までの女性にずっとフォーカスし続けるところがあるんで、これはね、男性の特徴だと思って、ある意味諦めていかないといけないところがあります。で、もしね、この年齢を気にしないぐらい他の特徴があるんだったら、これは全然いいんですよ。全然いいんですけども、そうは言ってもね、年齢に変わる、要するに時間に変わるものを人ってのは持ちにくいんですよ。莫大な金ぐらいしかないんですよね。他にも何か考えがあるかと思いますんで、そういう方はヒントをいただければと思いますけども、私はついにね、見つからなかったんですよね。で、私のことでも恐縮なんですけども、はっきり言って私もそのいくつになっても18歳から23歳までの女性としか付き合わなかったんですよ。で、またこれが付き合えちゃうんですよね。付き合えちゃうんで他の年代に行かないんですよね、全然。これはちょっと私も高慢に見えるかもしれませんけども、その恋愛対象に対する趣味趣向の話なんで、これはね、ご容赦いただきたいんですよ。私もそれなりに理性に富んだ人生を送ってるはずなんですけども、本能が根付く恋愛というものに関しましては、すごく対象年齢が狭くなってるんですよね。というのが、今私の奥さん17歳下ですけども、やっぱりそれなりの年齢に今なってるんですよ。32歳ですからね。じゃあ32歳の女性に出会って結婚を考えるかって言ったら、私は考えなかったですね。で、自分の年齢もかなりいっちゃってるところもありますし、じゃあ家庭を作ろうと思った時に奥さんも同い年ぐらいだったらもう無理なんですよね。そういうふうに考えると、ちょっとね、女性から見るとひどい話に見えるかもしれませんけども、この現実受け入れないと女性の20代の結婚はかなり難しくなってくるのと、30代になったら20代でできなかったことを30代でやろうとしたら、やっぱりこれはすごく難しいんですよね。相当賢い男性だったら多分30過ぎても40過ぎても女性の真の魅力に気づくかもしれませんけども、男性は基本的にそこまで賢くないんで、もう若さと可愛さだけでほとんど評価しちゃうんですよね。それこそその1点だけでもいいって感じなんですよ。考え方によっては贅沢じゃないんですよね、謙虚なんですよね。で、ちょっと女性の一般論ですけど、男性のね、なんか好みっていうのは身長があったり収入があったり、なんかね、人脈があったりとか、出身大学があったりとか、むちゃくちゃたくさんの条件持ってくるんで、なかなか難しいです。それは全部かなそろえた男性っていうのは、身長180センチで4大卒であって、4大卒ってそんなにいないですからね、はっきり言ってね。2人に1人が大学行ってるんですよ。
でもそのうちの半分は女性だとしたら4分の1しかいないんで、4人の男性に出会ったらそのうちの1人しか大卒がいないんですよ。その上で身長がね175センチぐらいでしょ、したらそのうちの3分の1ぐらいになっちゃいますからねでそこに年収とか言ってくるともうゼロ人になっちゃうわけですよ、だからね、あ、顔が星野源さんでしょ、いない、いないですよね、だから いろんな条件求めてくると、やっぱりね時間かかっちゃいます、そういう男性を探すのに。それはね17、18から恋愛始めても20代のうちにそのいわゆる女性の求める、一般論で求めるね理想とする男性像には出会えないまんま、それほどの出会いないですから。それはね300人とか500人とか1000人とかに出会えれば1人ぐらいいるかもしれませんけども、そもそもそれだけのたくさんの人に出会える時間がないじゃないですか。その17、18から結婚相手探してもやっぱり一生懸命付き合っても二股でもかけない限り1年に1人だとしてもね10年で10人しか出会えないわけですよ。そうなったらその星野源レベルの人に出会える可能性っていうのはやっぱり1000人ぐらい出会わないと出てこないと思うんで、1000人ってなるとね1000年かかっちゃうってことになるんですよ。だからね、だからなかなか難しいんでしょうねきっとね。だからある意味あれこれと条件求めずに男性がもう例えばね年齢だけでいいよって言うんだったら1個なんで条件が、だから女性から男性見た時も年齢がどうしても同世代がいいって言うんだったら年収のことを忘れることじゃないかなと思っちゃったりするんですよね。まあでもやっぱこうね、わかります、あの気持ちが動かないとなかなかね生理的に嫌とかね気持ちがワクワクしないと恋愛にならないんですよね。で恋愛にならなければ結婚にならないんですよ。だから昔のお見合い制度っていうのはすごいなと思うのが、恋愛がなくって結婚生活をしながら恋愛関係を作っていくって感じですからね。いろんなエピソードを通して子育てを通じて、30年50年経った時にあこの人でよかったとかね、その時に思えるんでしょうねきっとね。まあでもね30年50年経っていいか悪いかわからないっていうのは一つのギャンブルですよね。まあでもねどちらにしても結婚していいこともあれば結婚しなくていいこともあるんですよ。結婚して嫌なこともあれば結婚せずに嫌なこともあるんですよね。だからそれを自分がどう自己納得でき失礼しました自己納得できるかっていうところが大きいのかなと思いますけど、どうなんですかね。まあシンプルにまとめるとね、あのいろんな条件を気にしないぐらい魅力的な自分になっていればいいのかなということでございますね。はい、無理やりここの結論に持ってきましたけど、皆さんどうお感じでしょうか。また何かあったら教えてください。